種よりお米だよね。ああ、今回はひどい目にあった。まったくだ。ある意味羨ましいな。動物になった気分はどんなんだったんだ。それにしてもあんな合体あったんですね。そうだな。あれがなければ俺たちは負けていたかもしれん。だけどさ、どうしてさくらさんは知ってたの？実は私も知りませんでした。じゃあどうして？場合によってはアドリブも必要ですから。アドリブ？ソゲ、見習い。決まったタイミングでこのお茶が出てこないと丹原さんのご機嫌損ねちゃうんだよ。マネージャーらしくビシッと決めてくれよ。憧れてんだろ、芸能界に。はい、とりあえずそういう設定です。何してる。ハザードレベル270、爆発まであと15秒。14 13 12。すいません。11 10。こんなことさせません。9 8 7 6 5 4 3 2 1。ミッション完了です。さくら子ちゃん、これは一体。させていただきました。あれ。よう、お疲れ。アイドルレポーター桜子ちゃん。まさか。ちょっと。どうしてこの映像が。あるルートで極秘に入手しました。はい。かわいいよ。かわいくありません。結構いけてんじゃん。いけてません。さくら、デビューしてみるか、芸能界。そんなことしません。それはないからだよな。みなさん見てください。いつまでも幸せに暮らしました。はぁ、ま、王子様なんていないってことだよな。そんなことないよ。あれは悪い王子だったけど、幸せにしてくれる素敵な王子様はきっといるもん。やれやれ。いる。さくらさん、なんか言ってあげてくださいよ。え、私もいると思います。え、お前も待ってるのか、王子様。待ったりしません。自分で捕まえるだけです。あと50秒でシャッターを開けると同時に監視カメラを5秒だけ止められます。さらに10秒後、やはり5秒。その時にセントラルコントロールルームの扉を開けます。その間に走ればいいわけですね。僕の腕を信用してもらえればですけどね。相変わらずですが、前と違うことは一つ。私が、ソウタ君が絶対に他人を犠牲にできないと分かってるってこと。特に女性には。さくらさん。あと10秒です。5 4。いきます。3 2 1。おめえの席へねえから。